あれ？新感覚フライドチキン&ヌードル？ここです。ここです。モンスターチキン。モンスターチキン？はい。モンスターチキン。ここ。何がモンスターなんですか？チキンがモンスターです。いや。ちょっと待って。チキンがモンスター、はい、食べたいですチキンがモンスターはいいね。唐揚げフライドチキンが超巨大っていう。マジで、はい、超巨大です。ちょっとマジで、はい、いやそれ腹減ってますすごいなモンスターチキン&ヌードルって書いてある。あのヌードルラーメン系もあるみたいです。あ、そうですか、はい、けど鶏をベースにしたラーメンらしいですね。へえ。いやもう1時半ですけど結構満車ですよ。満車。うわ、いやしかしさ許可取れるかねまあオープンしたてなんでしょ。もうオープンしたて、宣伝したいっていうところはあるでしょね。ちょっといいですか。あ、ガク、美味しいラーメン屋さんには必ずある。本当だ、ケイシのね、製麺屋ケイシの。本当だ、これは あのかなりラーメンも期待できる。期待できます、ね、すいません。あのちょっと実はですね、あ、私中島と言いまして。あ、はいはい、OK です。よかったです。よかった、よろしくお願いしますって言われて。でかい。あ、来た。うわぁ、モンスターチキン1枚、サラダ、気まぐれスープ、そしてライス。ああ、いいっすね。ああ、いいっすね。いいね。これです、これです。これ。はい。鶏だし、うま塩ヌードル。ああ、美味しそう。美味しそう。うわ、もうこれじゃないですか。やっぱそうだよね。はい。この、はい、モンスターチキン、はい、それと鶏だしうま塩ヌードル、はい、うま塩ヌードルの単品でよろしかったですかね。単品でお願いします、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、これすげえな。でかいよ。モンスターだね。でか。でか。まだ氷山の一角ですから。サックサクですよ。うわ、熱。熱。熱。うわ、モンスターなの。うわ、でか。これ見て。すっごい。でかっもう持っただけでサックサクですもう多分もうかじりつきたい欲求に今駆られてるんですけど、あーって言ったらもう熱々でやけどしそうな感じ。うわー、でかでかいよね。あー、美味しそう。うまそうだなこれは。じゃあ行きますよこれ、やけどするパターンですよいただきます。
最初から激うま。鶏にしっかり味がついてて、あのこれはガーリック醤油なんですけれども、もうサクッといった瞬間、もうその醤油が一緒に上がってて、香ばしい感じの香りがうわーっと口の中攻めてきて、噛めば噛むほど鶏とこのガーリック醤油塩ヌードル、これいいよ。あ、麺はちょっと縮れた麺です、うん、ちょっとまずはさ、スープからいってみようか。いただきます。ガク、びっくりです。あの鶏の旨味がぐっとこうね凝縮されたあっさりうま塩のスープではあるんですが、このねチャーシューがねちょっと炙られてるんですよ。だからすっごく香ばしいんです。おいしい。これやっぱすげえわ。麺もツルッツルシコシコしてて、もうこうやってパッと見たら、まあ、いわゆるこう台湾屋台とかでサッと出されるようなラーメンに見えるんですけれども、そのクオリティはかなり高いです。ガク、いや、あのフライドチキンもモンスターだったけど、ラーメンもこれモンスターだぞいやー、ちょっとモンスター級だったね。めちゃくちゃうまい。あの多分嫌いな人いないと思います。でクオリティは高いです。